ケアイさん、はい、6月17日リリース、はい、カバーアルバム、はい、歌うたいおめでとうございます。ありがとうございます。今回このアルバム、カバーアルバムはどんな感じですか？いや、まあとにかく、まあ結構 SNS で TikTok を中心にこう洋楽をずっと上げてきたんですけど、はい、まあ、自分もたくさん聴いてきたし、洋楽を聴く、もちろん邦楽も好きなんですけど、ロイヤルコモードとしてもね、日本語の歌を歌ってるし好きなんですけど、なんか洋楽がすごい好きで聴いてたんで、はいはい、それをこうカバーできるっていうこと、そして正式にリリースできるっていうことを、はい、まずめっちゃ嬉しく思ってますし、やっぱり SNS でこれだけ再生されたりとか、まあ、TikTok で結構再生がされてるんですけど、はい、まあ、そういうのがなかったらなかなか難しかったと思うんで、洋楽のカバーって、ね、なかなかね、難しいみたいなので、こうコメントでこう皆さんがリリースしてほしいとかかなり届いていたので、なんとか実現できひんかなと思ってもやってたんですが、それがほんまにリリースできるっていうことで、ほんまにまずはもういつも聴いてくれてる人ありがとうございます。ほんま嬉しいです。やっとできるっていう感じで、はい、めっちゃ嬉しいです。そうですね、はい、このアルバムでも90年代2000年代のなんか洋楽そうですねなんで、はい、なんかすごい、はい、いいですよね、はい、なんかまあまあ、CM に使われてたりとか、はい、まあ、映画に使われてたりとか、まあ、こうなんだろう、ある特殊なシーンなのか、結婚式とかに使えそうな曲やったりとか、まあ、こう聞き馴染みのある歌をセレクトしてみたんで、はい、ぜひ楽しんでもらえたらなと思ってます。ほんまにこのアルバムの一番の聴きどころはありますか？聴きどころはそうですね、まあ結構いろんなパターンの曲があるので、まあ、いろんなパターンの僕もその声というか、まあ、こういう曲ではこういう感じにあるんやとか、まあ、簡単に言ったらね、バラードとかアップテンポとかいろいろあると思うんですけど、なんかそういういろんな声色を楽しんでもらえたらなと思っています。それとあとちょっとラップもしてるんで、英語のラップやったら難しかったですけど、ちょっとラップにも挑戦したんで、初めてその辺も楽しみに、ちょっと幅を、歌の幅を楽しんでもらえたらなと思います。なるほどですね、はい、なんか BGI さんがさんが後ろにぼやけてますね。後ろにぼやけてるんで、ちょっと気になった。それがポイントです。はい、会社がぼやけるって。そうですね。はい、今回は何曲でしたっけ？今回7曲ですね。Let It Be と、はい、I Want It That Way は、ビートルズさんの Let It Be、バックストリートボーイズさんの I Want It That Way は、もうすでにリリースしてるんですけど、それを含めた7曲収録の曲になってます。なるほどですね、はい、新曲は5曲あるってことですね。そうですね、まあカバーですけどね、はい、はい、ちょっとアレンジは太一くんという人に、昔から知ってる太一くんにしてもらって、すごいほんまにいい作品になってますんでね、はい、まあ See You Again なんかはちょっとコーラスのをお願いして、シンガーの方にちょっと一緒に歌えたりしたらいいなと思って、まあ、こう歌うまい人をこう探したりとか、はい、なんかこうたまたま一緒になったりとかして、まあ、なんかこの人をこう入れてみたいなと思った人にお願いして、一緒に歌ってる曲が See You Again でパートがありますので、そういう一緒に歌ってるところがあります、まあ、その辺もなんか、あ、これだけの声なんやろとか、一緒に歌ってるんですから分かりづらいかもしれないですけど、はい、探してそういう楽しみをできるかなと。でもだいぶ豪華ですよね、コーラスは。はい、めっちゃ豪華な、ほんまに豪華なコーラスに、はい、なんかコーラスってちょっとね、なんか頼むんで、ちょっと僕もなんか歌やってるか分かるんですけど、なんかちょっと気が引けるところもあるんですよ。やっぱ自分がね、一番こう先頭に立ってこう舞台に立ってやりたい人がなんかなと思ってるから、でもなんか一緒に声入れてもらえたり、映像を撮れたら面白いなと思ってお声掛けさせてもらって、みんな心よく引き受けてくれたって、なんか一緒にできるんで、ちょっと楽しみです。またその誰かっていうのはね、まだこの書
帰ってきます。なるほどですね、はい、帰ってきます。この辺の方々が入ってコーラスで入ってくれて、はい、まだみんな撮んでその人ですか。あ、今回ミュージックビデオも撮られるんですよね、はい。まあ、ちょっとね、フルで撮れるか分かんないですけど、ちょっとね、せっかくそういう人たちと一緒にやれたんで、なんか一緒に歌ってる動画がなんかあったら面白いかなと思って撮ろうと思ってね、ま、この動画を出す頃には撮れてるか、まだ今から撮るか分かんないですけど、まあ、今の僕からまだ撮れてないんですけど、もう日程は決まって本家の楽曲と聴き比べてみても面白いかもしれないですね。はい、僕が歌ったらこうなるっていう感じです。そうですね、はい、それでは子供たちが映り込んできたので、はい、これはダメですね、はい、顔ぼやけてますか。ちゃんとぼやけてると思います。じゃあ大丈夫ですね、はいはい、ありがとうございました。じゃあぜひ聴いてください。6月17日お楽しみに。